はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も何かまずチベットの話からしましょうか。はい、お願いします。あの先週土曜日、3月30日、あのチベットの歴史とダララマ制度についてシンポジウムをやりました。はい、違いですね。はい、でなぜそのようなシンポジウムをやったかというと、あのこの何年間というよりも2007年に北京政府はあの彼らが言ういわゆる生き仏、とか我々は活物、活物とか生き仏とかって言ってるんですね。で我々はトゥルクって言って、まあ、化身、で今回あの早稲田大学の石山先生が、まあ、学者としてですね素晴らしいことを言った。これは、ね、チベット人でもあんまり普段考えないことですけど、あの仏ではないと。仏だったらもう完全にこのサンサラから浄土へ行かれて仏になってるから、で菩薩の場合仏っていうけど仏ではなくて菩薩、仏になる前の菩薩が本当仏になる前にもう一回この世の中のために、まあ、いろいろ救うために生まれ変わっているというようなことで、だから観音菩薩の化身であると、だからまあ、こういうようなことを言ったりしています。で、まあ、あのいずれにしてもですね、2007年に中国政府はあのチベット仏教の、まあ、日本にもねかつては聖徳太子は文殊菩薩の化身とか、そういう話はないわけではないんですよ。日本にもあるんです。あるいは日本人でもですね生まれ変わったらとかって言うじゃないですか。あ、だから生まれ変わってるって信じる、ね、はい、どっかにね、それ潜在的にはあるんですよ。輪廻転生というのは、ですからあのただしチベットの場合ねこれが、まあ、やっぱりそのきちんと組織化されて、そして伝統として守られてきたと。そしてそれらのあのルークたちの頂点におられるのが誰でも法王であると、まあ、それがまあ私たちにとっては、で、しかし、まあ、あの中国政府はあの中国政府 の、 あの宗教庁宗教局が認定しなかったものはにあの認めないだけではなくてあの懲罰の対象にもなるというようなことを言い出しているんですね。であの彼らが何を言おうとしているかというと、究極的にあの次の誰も15世を自分たちがコントロールしようという目論みです。で、そして彼らはあの仏教のソフトパワーとして使ったり誰もカードを使うと。であの1995年に前のパンチェンラマが亡くなられた時も、あのそのパンチェンラマ の、 あの誰も法が認めたパンチェンラマの家族ごと拉致したんですよ。6歳の時に家族ごと、いまだに本当に生きてるかどうか分からないんです。ただし北京政府は生きてて、そしてあの大学も出て今はあの社会人としてやってるということを言ってるけど、あのヨーロッパのいろんな人権団体とかが、じゃあそれだったら合わせろと言っても合わせてないんです。でそれで彼らが建てたあのパンチェンラマ、これはチベット人はギャミペンチンという中国のパンチェンラマと言って結局そのあの信者たちは受け入れてない。で、しかし中国政府は、まあ、究極的にはその特にあのこの 2,3 年あの中国はいろんな学者を集めて、あたかも昔から中国がその歴代のダレラマを任命したようなことを言い出して、そこまで歴史を書き換えようとして、まあ、あの彼らにとっては歴史は作文ですからね。あのそれ平気でやりますよ。あのその尖閣諸島は自分たちのものだった言ったり、沖縄は日本のものだなったこと歴史がないとかって言ったりするのと同じです。でそれであのもちろんダラマ法は現在、89歳で極めてお元気ですし、法王自身は113歳まで生きるとおっしゃっているから、まあそんなに心配することはないんだけれども、
けれどもね、やっぱりそういう中国の目論みに対しては黙ってはいられないというようなこと で、特にアメリカの議会とかヨーロッパ議会とかも、それはそのチベットの伝統、そしてチベットの仏教徒たちの、まあ、信仰と結びついていると。だからそこはあの北京政府が干渉すべきでないというようなことを言って、で、まあ、今回私たちはまずそのダライラマ制度を日本の皆さんに知ってもらおうということで、まあ、私からすると多分ダライラマ研究の第一人者と言ってもいいぐらいに詳しい、石山先生にそもそもそのダライラマ制度ってどういうふうにできたかと、モンゴル の大体これは元の時代から始まってるんですけど、それはお寺と何かの関係だったと。で、特に例えばその清朝の皇帝なんかは自らチベット仏教徒になって自分がお坊さんになった。で、自分自身もその宗教の保護者になったりしてるわけですね。だからそういうことで、まあ、歴代の元朝も清朝もダライラマ法王とその中国の皇帝というのはどっちが上どっちが下ではなくて、お寺と檀家の関係、首相と弟子の関係であったと。で、それからその1900年代に多分1978年ちょっと年齢はちょっと忘れたけど、英国がチベットに侵略したことあるんです。で、その時に中国に協力要請したんですね。だけどそれも石山先生は中国が勝手に来たんじゃなくて、チベットが要請して来て、そしてちゃんと書いたと、で、それはあくまでも彼らにすると自分たちの誰らのまま守るために来たのであるというようなことを言ってくださって、まあ私は日本でもね、真実してる人はたくさんいるとは思いますよ。立派な学者はたくさんいますけど、あれだけ勇気を持って真実を語ってくれる先生はなかなかいないので、とてもありがたい存在だなと思いました。やっぱり日本人にとってはそのダライラマ法は、うん、ノーベル平和賞のイメージとか、あとは今は侵略されているチベットっていう国の中のチベットの仏教というのがあって、そのトップってイメージぐらいしかないと思うんですよね。それは正しいです。正しいです、はい、まさに正しいです。だけど時々ねチベット人でもあるいは学者の中で、ダライラマは弘法派、赤黄色帽子の派、ゲル派のリーダートップだとかって言ったりするけど、チベット人にとってはダライラマ法は官庁の官庁、各宗派のトップのトップですよ。チベット仏教も各宗派があって4つの、まあ、メインの宗派があります。はい、そしてそれぞれの宗派に中にもまたいろんな宗派、サブ宗派があります。まあ、日本も似たようなもんですよ。そうですね、大本山があって、はい、総本山があって、うん、それから浄土宗があって、浄土真宗があったり、天台宗があったり、密教があったり、密教の中でもね、地藏派があったり、武藏派があったり、まあ、チベットでもね、やっぱり日本と同じぐらい仏教の歴史がありますので、だから当然そのいろんな宗派があります。ただ僕がちょっとこう尺に触るのは、尺に触る、そう、ダライラマ法王をゲルカのトップだということは、特にゲルカの中でもそういうことを言う人もいないわけではない。でも僕からするとね、官庁の官庁、王の王である方を一宗派のトップに持ちてくることは、むしろそれは格下げすることであって、うん、決していいことではない。ましてやですね、ダライラマ5世も13世も14世も外遊のことも勉強してるし、最強のことも勉強して、人間のことも勉強してるんですよ。だから日本の宗派とはちょっと違う、我々の場合にはね、特にこの写真なんかそうですけど、法はちゃんと人間の教えをするときにはちゃんと赤い帽子ちゃんとかぶってますよ。いわゆる宗派が違うから帽子が違うんですね。一応そういうことになっています。それと、まあ
どういう感情を与えるかとか、どういうお経をするかによってそれ違いますから、儀式に。だからそれはもう法王もね、いろんな帽子をかぶることがあります。で、例えば私個人にしても、はい、家は任務です。特に私の母方は任務の六大寺院の一つの総本山の、出身ですから、ですから任務ですけど、私は子供の時からもちろん任務のことをいろいろ勉強してきて、それから大人になって日本で最初に日本の超心理学研究所というのがあるんです、今もある吉祥寺に。あそこから「ダライ・ラマ法王に瞑想の大家をよこしてほしいと」と、それでその瞑想している時の波動とかそういうものを調べたいと言った時に、法王が最初に送ってきたのはアヤヌボチといって海上派の先生だったの。違う過重派、違うと法は全部やってますけど、世間で言ったらちょっと違う、ゲル派ではなくて過重派の先生をよこしたんです。でそれはなぜかというと、その先生ならではの、やっぱり何て言うか優れてる部分がある、それぞれに自分の専門分野みたいになる。その先生は例えば瞑想が瞑想に長けてるし、それから各宗教というのは最初信者を信じさせるために、ある程度こうパワーを示すことが必要だ。でこの先生はそういうことができるということで、ですから僕は毎朝祈る時にもちろんグルルンボチェ、自分の宗派のグルルンボチェに祈って、それから誰でも法を祈って、それから自分のおじでもある任務派の先生を祈って、それからまたソギアルンボチェと任務派の先生を祈って、で自分の兄も祈って、それからサキャのチョギエ・テチェンという、サキャにはもちろんテチェンという一番サキャの偉い人がいるんですけど、その他にあと2人ぐらい偉い人がいるんです。で18日間だけテチェンやった人いて、それがチョギエ・テチェン、18日大事だすって間だけトップやった人の、お祭りですから、そのサキャのチョギエ・テチェンを祈って、それからタラ・ルンボチというゲルク派の先生から教えを受けたから、でその先生にもゲルクにも祈って、ですからニンマもサキャも全部祈っていますよ。で私の甥っ子はニンマのお坊さんの生まれ変わりとしてニンマ派ですけど、ニンマ派で、日本で言ったら博士まで取って、憲法の資格を取って、その後ゲルク の3つ の寺院の一つのレプン寺に勉強してるんです。だから一人の人間でもですね、場合によっては覚えられませんでした、その場所、TPO ですよ、生まれやその自分の面のそれぞれの、面の家族伝統的なその宗派があって、その他に自分がいろいろ受けた、どういう教えをどの先生から受けたことによって、その先生にちゃんとこう拝むということをやりますから、日本人が受けるようなその派閥っていうか宗派ということはそんなに厳密なことはない。そうですね、日本だと、ほとんどって言ったらあれですよね、みんなちゃんとした方いますけど、大体もちろんね、どの宗派にもね、どの宗派でもイスラムだけじゃなくて、あらゆる宗派にね、原理主義者的な人はいることはいる。いるけど、特に仏教の場合には、やっぱりある意味で多神教的な要素もあるし、そういう意味で、そんなにね、これが下力だ、これが任務だというようなことをね、こうきちんとこう分けているようなものではないということを理解してもらって、でそういう意味で、ダライ・ラマ法王というのは3世、本当はね1世2世はまだダライ・ラマじゃなかったんですよ。
3世がそのダライラマという称号をもらったけど、その2世もモンゴルの偉い人の先生にはなったんだけど、その遡ってその前の自分の前世の先生も後になってダライラマ1世になったんです。だからそういう意味で最初の5世ぐらいまでは、まあ、ある程度そのゲルカの色が強かったけど、5世なんかで第1世の子供の時はペンマという名前だった。で2世はニムハの牛で生まれた。だからそういうふうにするとね、そんなに皆さんがイメージするような厳密ではないということと、それから当日チョーディンブムが言ったように、チベット人にとってはダライラマは王様でもある、政治のトップでもある。政治のトップであり、また宗教のトップでもあるということで、まあそれとこれはまた今日はここで終わりにして、この続きをちょっと来週やりましょうか。そうですね、ダライラマ法王様のやっぱりチベット人にとってっていうことと、そうそう、あと多分モンゴルがチベット仏教だっていうことも多分日本の方はご存じないことが多いと思うんですよね。でその歴史との関わりとか、そうですね、はい、つなげて、今日はちょっと一応ここで